秀頼の大仏は作るのに時間もお金もかかります。10年経っても完成のめどは立ちませんでした。母上、おせん、私は大仏再興に徳川殿の助けを借りようと考えております。おじい様に？秀頼の妻千姫は徳川家康の孫でした。つまり秀頼は祖父にあたる家康に力を借りることにしたのです。大仏建立を行うは天下のため、徳川殿も喜んでお力添え下されましょう。加藤殿、はその方わしの使いとして早速行ってくれ。承知いたしました。天下人秀吉。